南部アワーラジオキナーがお送りしていますいさあでは 南部は最初のコーナー行きましょう。美味しい話題を紹介しています。給食係です。例えば、どこどこの食堂に行って、何食べて、とっても美味しかったよとか。あっちのパン屋に、何かで、新しい商品が出たよとかね。はい、お待ちしておりますが、私ね、先日、地球新報を見てて。新報。はい、四七クラブで、あの柿。柿。広島の柿。はい、私も送られてきて。 送られてきた。はい、送っていただく方がいる、いらっしゃるんですよ。柿、もう相当美味しそうで。これ、この広告見てもね、もうずっとこれが頭から離れられ。あ、もう、かえ、買え、買え。買いました。あ、そそのがいいよ。買いました。じゃ、ずっと残るんだもん。うん。注文した。うん、あ、さすが。もう、パチっと中。キューアコード読み込んで。すごい。あ、もう、こういう、やっぱ、広告の意味があるんだよね。ほら、ほら、ほら、広島の柿。あ、絶対美味しいよ。 美味しそう。こね。え牡って何して食べます?。鍋にして、あとバター焼きにしたりとかっていうことですね。ああ、鍋にしてバター焼き、あ、いいね。二日で食べれっていう牡蠣だった草も。朝取れて、すごくくるみたいな、すごいありがたい。ね。殻付きの牡蠣ですか?。いや、もう全部。あのプリンって剥かれて、あ、またこれも便利ですね。便利です。でもあの牡蠣、あの殻があっては、あったら後でまたいいよね。昔さ。俺。ちょっと。力乱のさ。 いや、うんっていいよ。うんとっていいよ。うんっていい。うん、え、すまない。閉鎖よ。ピポーン。越後製菓、これ、早かったなんかさ、北海道行った時、賭けじゃないんだけど、ホタテの大きさに驚いてから。はい、はい、はい。おや、嫁に持たしてから、この沖縄で灰皿にするって言ってからよ。何十面持たしてから死ぬ、今でも言われる。 持っとけ使える使えるおしゃれとか言ってるまあねハイゼンジョイアナチョンできないだからカキ模様一回持ってか持っていかんよって言われてからからねっていうか沖縄でもいっぱいあるし炙街とかのあれをさハイザネしてる人とかがいておしゃれだなと思ったけどちゃんとこのエス字みたいなやつじゃないですかいやホタテと柿ではできないよホタテはねこのあれですよあのたけ竹田久美子みたいなあそういうことね。

なんかううしんちゃんの居合抜きの連続技のようなトークとミーカーの笑い声にいつも癒されております、うん、ありがとうございます不思議だね番組自体は奈良にいる時から聞いてるのでいつもアットホームな感じでほっこりさせていただいてます奈良からねありがたいね、うん、え、今日紹介したい給食係のお店は名護,名護十字郎角名護市営市場1階にある宮城菓子店です、うんうん ご主人は東京で二十数年修行された方で、ワッタ世代には懐かしいすべて手作りの優しい甘さの洋菓子が、ワラビンチャーも、ワッタマギーワラビンチャーも安心していただけますよ。シュークリームなんかね、食べた瞬間素材の味がじョわーんと口の中に広がっていくんだよ。うん、手作りの生チョコが150円だったり、うん、シフォンケーキってさ、全体的にふんわりだけど弾力あるから、フォークを入れる時に一番薄く、薄くいく、薄いところを狙っても全体 全体がへこんだりするさ、うん、でもねここのは違うわけ一番薄いところを先から 1cm ほど一旦切り離してからクリームでつなげてるもんだからこれ食べやすいわけさおいしいだけではなくて食べる人への配慮もさりげなくされていますテイクアウトだけではなくてイートインイートアウトもできますよイートアウトテラス席があるので外の空気を満喫しながらおいしくいただけるんだよでおすすめがケーキセット600円どのケーキを1つ選んでもこの値段しかもコーヒーは1杯だけおかわりができるというなんという ここは洋菓子以外にも伝統菓子も作っているのでぜひ次は食べてみようと思っていますどうしよう行くたんびに名護市の良さに惹かれてしまうラジオネーム変える日近いかも名護親方と中華なびらとかね名護にいらしたざいらぜひとも「うさがみそう礼」ということで谷すぐるうぴょん,ぴょんさんですありがとうございますあでもいいんじゃないですか名護の活性化のためにぜひね協力してください市場もね頑張ってるはずですから、はい、なんと私、はい、ここ 北部での公開放送帰りとか、おうおうリスナーさんのなんかイベント寄ったりとか、おうおうはい、行きますよねミカね、近、はい司会とかね、はい、<の>よく寄ってます。ええー、やっぱりよく知ってますねミカさんね。教えてもらったんですよリスナーさんに。えー やっぱりいいものはね、染<う>まる、ね、ちょっと素朴な感じなんですよ、うん、この味わいとかも。えー、でこの大将が二十何年も東京で修行したと。うんうん、はい。ああいいことですよ。もう,う。シフォンケーキがね本当に美味しいんですよ。うん、私大好きなの。だから行くたんびによく買うんですよ。いね、はい。 俺もクリームランドみたいなのとか必ず名古で買いますね。ケーキは一人一個くらい食べれるぐらい。あそこもふわふわして。ふわふわのこの縦の真ん中にちょっとクリームが入ってですクリームランドだったね。あれは大事だな。弟に教えてもらってから話し合も酔っ払った時にもうバカ食いしててからえーって怒られて待ってお酒を飲んだ後の締めに甘いのってしんちゃん食べる人バカなってたわけあの時。あ全然。美味しくてちょっと食べてから。 軽いんですよね。口当たりがね。本当、はあ、すごいね。道の駅とかですぐ売れさ。はい、売れるし、10円満潮もおいしい、ね。あ、わかります。恵比寿のね、ね塩パンもあがきさめね。はい,はいはい。えー、ないちゃん嫁さんから来てますね。はい、えー、ナンバーアワンで当選した春戦一歩へ。やっとやっと行きました。うん、えー、仕事お休みが旦那となかなか合わず、有効期限ギリギリの日曜日に行ってきましたよ。私はお寿司定食を、旦那はお刺身定食をいただきました。めっちゃおいしい定食久々に食べて満足しました。定食の中でも天ぷらがめっちゃおいしかったです。 ありがとうございます。新んちゃん、美香さん、旦那がありがとうございました。お二人に伝えてほしいと言ってたのでメールしました。ごちそうさまでした。次は夜の居酒屋に行ってみようと思います。うん、昼も居酒屋やってますからね。わあ。これ寿司定食ですね。はい、はい、天ぷらもこ盛りですよ。天盛ぷら。こ俺刺身定食大好きですね。よく注文します。うん昼飲みもやってますから。う星野さん、一歩さんね。んあの、おる。昼飲みもできるんだ。そうったんですよ。 やってるんですが、はい。あでもリクエスト多いでしょうね。そうう昼から昼も愛する方とか結構いらっしゃったりね。男性人と女性人もね。はい、で、十時にもうなんか。はい 閉めてくださいとかっていう要請とかもあるじゃないですかはめに飲んで早めに閉めるみたいないろいろ対策も取りながらね、うん、皆さんに美味しい時間を過ごしていただきたいということで工夫もされてますのではい、行ったらね感想とかも送ってくれると嬉しいね、うん、ありがとうね,ね<笑><笑>、はい、じゃあ続いて名越真奈さんです、はい、しんちゃんみかこんにちは,こんにちは名越真奈です今日は耳寄りな話ですよ、はい、コロナ禍でモアイなどなかなか開催しづらかったりしますよね,ねで、お昼の耳寄りな情報になります、うん 名護のマッシュルームなんですけどお店の名前かな、うん、7人より1人1500円でコース料理なんですが前菜から締めのパスタまでいろいろな料理で女性でも食べきれませんよ最後はコーヒーとデザートですが昼間のランチモアイをやりたい方におすすめですお、えー、大食いの私でも食べ感じするから貸し切りですよということで名護島縄さんです、うん、貸し切りでだったらいいですねきるっていううん、うん 7名でねえこういうさ、うん、あの女の人とかってさ美味しいお店ってよく知ってるっていう千1500円だったらいいんじゃないですかお得なところとかすごいね素晴らしいありがたい限りですよねなんかよ嫁があそこ美味しいよとかっていう情報とか全然言わないですあら、うん、もう差し切って台湾って言ってる人だから <laughs> 早く出たいみたいです <laughs> 台湾みたい <台湾 S 1> 行ったことないくせに。<laughs> 友達いないみたいな <laughs> <laughs> 寂しくて青いウサギみたいな、うん、えでも本当、うん、ね<え>。誘ってくださいみかさんそうですねさ、うん、しきでねさしきで言ってけん <laughs> <laughs> えー、カーチープーさん来てますね。はい、えー、トミグスクの中地にある海洋食堂おすすめですよ。お二人さんは行ったことありそうですね。最近、うん、は行きてないけど、うん、名物おばあ、元気かな名物おばあいるよね。腰も曲がりながらガサガサ動いてて、すごいですよね。うん、一度自分がご飯食べてる時に、目の前から新聞が飛んできましたよ。<laughs> おばあが手裏剣のように投げて、元の位置に戻してました。<laughs> こういう食堂が。 たくさんあったら面白いなと思いますね <laughs>。三笠さん、ちゃんさん、まで行ったことがなかったらぜひ行ってみてくださいね。<laughs> いや、有名。うわ、デージ鍵できうみたいなの来るね。でもそろそろ新ちデージ、デージ元気だよ、もう。あ、よく話するよねそうそう。あ、これ、あんたの、は注文してないは食べないってって言うんですよ。私、肉食べきれないのにって怒ってる。<laughs> 注文してないの、どーかバッペイてるのに <laughs> あ。あんたのでしょ これでいいんじゃないって。私、肉食べきれないよね。牛肉、牛肉なんとか豆腐みたいな <laughs> 食べないってもう、もう、もうもう私のせいじゃないって。うん、<laughs> たま <laughs> で、今、まだ来てないお客さんに、ね、あんた食べんかって言うけど。お <laughs> ねおねや。手、口道汁やもんや、みたいな。<laughs> もう俺、俺先に来てて、デジよかったって。あまらさん、SDGs、みたいな。<laughs> 持続可能な食堂を目指して、みたいな。<laughs>

ももううこれででで大人気すね行きたたくなっしょ一時期外国の方が去年一昨年とか多くてさフォアナンバーの外国中国人とかはんで」って言ったのもここにた時あっのんであんなったんやか見せるさ携帯とかなんで」って言って「あっのんで」「ワカヤカムンいイ」ってこと「うまんかい入れた」って言うの「チースカ」のことですみた

美味しいよね。い相当美味しい。相当美味しいよね。はい、じゃあ行きましょうね。じゃ続いて赤いニトンローリーさんです。久しぶりにメールします。伊ケン島の春拓っていうラーメン屋さんがめっちゃうまいんですよ。<ー>塩ラーメンとつけ麺は食べたことあります。どっちもうまかったな。黄色いカレーもメニューにあったはず。気になるな。きっと美味しいわれという赤いニトンローリーさんです。い美味しいでしょうね。行ってみたいな。あのガラスの向こうにチナ君がいるんですけど、うん、ほらチューブ出身春拓知ってます？ 意意見見って意見当です知らないあじゃあ新しいのかなううで,かでもなあ,るなあるんですよなんか、まあ、しゅんたくかどうかわからんけど <laughs> ミキト取りに聞けば意見当だった,な <laughs> だったらね、うん、そうですよカーチーベイさん来てますね、はいえー、たまたまですよチャタ谷にあるステーキ屋の金松さんに行ったんですよ <laughs> そしたらラジオ沖縄さんが流れていましたよ、うん、もちろんステーキもマ「マーさん」では放送ラストまで千葉りよということでカーチーベイさん たまたまですよでカーチープーさんとカーチーベーさん一緒なのかなあそうですそうですはいあそうなのあ一緒ってかあのお,とお,お友達だよねはははい、はい、はい、うん、なんですかたまたまですよってうん金松だからそそこなんか欠けてるのわ <laughs> <laughs> かんないけど <laughs> はいじゃあ続いてイブシドコロさんです、はい、今日は嫁さんと一緒に隠れ家的なケーキ屋さん三姉妹を見つけました 三姉妹店舗名はカフェビーンズ。ケーキとピザ、スープが楽しめる店です。私はチーズの、えー、チーズのロールケーキ。嫁さんはガトーショコラ。嫁さんはトマトのピザでいただきました。こちらも爽やかな酸味で軽く美味しかったです。場所は森山さん家の近くです。<laughs> がもう。パーマ屋の隣富士に。<laughs> <laughs> あ、三姉妹がいらっしゃるお店にいるから三素敵な三姉妹を見つけましたでもビーンズさんって浦製のあれどっかな、えっと、バクレの近くにあったような気がしますけどねそれがね場所が書いてないんですよあ,あ,あえてかな調べれっていうカとーソコラと、えー、ロールケーキチーズロール南城市ですよ<は>南城市タマグスク100えあっち,あっち三姉妹って 僕毎日毎日っていうくらい通りますよ。カフェビーンズ、わかります。入ったことはないですけど。んー 学パスタやビザ学ザ食事が楽しめますそうなんだって書いてます。あ外の看板三姉妹って書いてるのあるんだけど、ああそこじゃないのか。違います。カフェビーンズ。あじゃあじゃあ分かんない。違います。失礼しました。<ー>居酒屋かなと思いましたけど。はい。はい、ありがとうございます。えー、ユンタンザヤッシーさんですね。はい、沖縄市宗田にあるステーキハウス四季本店です。うん、電話をして20分後に来店してテイクアウトしたのは、えー、ランプステーキボックス1000円。ボリュームがあり。 胸クが効いてスタミナがつき最近頑張っている自分へのご褒美を美味しくいただきましたよということでいいですね美味しそう<ー>もうテイクアウトとか1,000円だったらいいなうん、うん、食べたいなうんうん、うん、いいですね はい。じゃあ続いてこちら行きましょう。ヒージャーさんです。えー、こんにちは。ヒージャーです。早速ですが、給食係。僕が紹介するのは、ココロアカフェです。テイクアウトしました。パンケーキサンド、ベリーベリーです。ここのカフェは友達がとってもいいから、行ってみて、と期待しながら行きました。お店に入ると、いらっしゃいませと、と明るくて美人な店員さんが、僕はテイクアウトお願いします。おす,すめありますかと聞いたら、パンケーキサンドはどうですかと言われ、僕は、じゃあ、それをお願いします。と、お願いしますと、座ってお待ちください。と言われ、僕は座り、出来上がるのを待ちました。 南部アワーに紹介したいと思い美人の店員さんに「すみませんラジオでこのパンケーキさんとベリーベリーを紹介してもよろしいですか?」と言ったら <laughs> <laughs> もうあのさラジオでもアポインターにしてもらってるんですよ <laughs> <laughs> アポインテストとか <laughs> 最<上級> <laughs> いいですよと。シンジャーさん、ミカさん、了解もきちんともらいました。僕はナンバーワンの給食係で紹介されますから、その後の有力屋のお日柄さんで月下精進、ラジオ機能を聞いてくださいねと。そしたら、はいと。そしたら、何曜日にするんですかと聞いてきたので、今週日曜日の12時10分からです。そのまま聞いてくださいねと言いました。待ってる間、お二人の美人の店員さんが働いてるのを見てて、目の保養にもなりました。出来上がり、ありがとうございました。元気な声、気分よくありました。早速、パンケーキサンド、ベリーベリーをいただくことにしました。僕はブラックコーヒー と一緒にいただきます柔らかいこれを選んでよかった最高に美味しいですね僕はペロリといただきました最高に美味しいのは夢中になって食べますねまた食べたいと思いましたごちそうさまです場所教えましょうねココロアカフェ浦添市港川2丁目17-7 58号線を浦添から那覇向けに行くと左側にタウンプラザ牧港店がありますねそれを目印にして左に曲がり細い道に入っていきますピザ屋さんがあるのでそれを通り過ぎて右に曲がる道を1つ目2つ目はいその2つ目に曲 そのまま行くと、ス素敵な、お洒落なカフェがありますよ。時間は十一時から夕方六時まで、休みは水曜日です。水曜日が休みです。電話番号は零九八九八八の八二五一です。以上、ヒージャーがお伝えしました。ということで、いただきました。外人住宅ってことか。心はカフェですね。はい、これです。<laughs> もう、ちゃんとアポイント取ってる。えらいです。何時に流れますかって。でも、絶対勇気が採用しないといけないよね <laughs>。で、流れんかった場合、次アポインティストしとかもう。<laughs> <laughs> えらいな、うまいな。<laughs> <laughs> オッケー、もう時間ない。多分、ごめんね、来て、ね。ありがとうございました。はい、ということで、また、これね、あのー、また、来年、新年度、新年になってから、ねうん、紹介させていただきたいと思います。はい、ということで、以上、美味しい話題紹介しました。給食係のコーナーでした。では、続いて、こちらのコーナーです。<music> プレゼンス機種変。ッこのコーナーは地元に全力、au 沖縄セルラーの提供でお送りします。はい、さあ、お待たせいたしました。いいよ今年ラストの機種編ロックンロール、うん、携帯にまつわる、まあ、フリーのメッセージを募集しております。ガラケーユーザーとかね、特にスマホユーザーとか関係ありません。うんはい、あの、私の、私の母が、最近機種変して、スマホデビューしたって、前話したじゃないですか。も、ねうんね、う、あのー。 この間はラインで電話をしてくるようになったりとか、スタンプも上手に使えるようになったり、動画を見るようにできるようになったりとか、進化しつつありますよ。わ、俺も抜かされるんじゃないかな。と思います。転送もできるようになりました。あ、転送はでも、転用もできる。できるようになりました。天洋、天洋。どういうことですか。すみません、エイサーでした。大丈夫ですか。はい、天洋節でした。はい、じゃあそれではいきましょう。はい。千葉のアスファルトヤーさんからいただきました。 うわ久々にね,ね見てちょっと全部カタカナなんですよえ何、ー、ねえ丸暗号分野がね読み読みづらいでみ、ね、頑張って読みますねしんちゃんさん三ー,ーさんゆうき城 D さんスタッフリスナーの皆様おはようございます小澤しから「知花のアスファルト屋」ですはい、はい、ごくんちょーありがとうございます早速御年47と8か月でスマホデビュー騒動えっ スマホデビュー騒動、うん、au にてガラケーから iPhoneSE へ機種編 R&R ロッケンロールかこれでなるよな今回機種編にあたり忙しい中使い方のわからない自分に代わって <laughs> auID 各,各アプリの設定をしてくれた au 千葉な店のスタッフの皆様ありがとうございます。 使い始めて、えー、1に電話が鳴り、スライド、スライドするも、T パネル反応鈍く、テル取れず、お主の指の肌か、肌が乾燥しているからじゃねえと言われた、言われたならば、1に LINE するも、相手から何ねえって、 変換ミス、変換ミスのまま。ないね、読むか。<laughs> いいんじゃないかもう変換ミスのまま、送信、<laughs> 内容通じず、これからも iPhone、えー、精進してまいりますです。 ちなみに、お二人さんは、電話うまく取れきれますかそれでは、しんちゃんさん、みーかさん、皆様、今年1年放送お疲れ様です。では、体調管理に十分に、ハッピークリスマース、良いお年を、ということで、千葉のアスファルト屋さんです。千葉のアスファルト屋さん、また新しいパターン作ってきたのかなこれ、なんとかな、ますみロドリゲス、ゲルサーの、ハイバルの。<laughs> <あ>の <laughs> よろしくなペーラーみたいなとかもうネジのにハッサムナベラああよろしくますミロドドリすスウギルサナ全部肩が新高山登り風順になってねでビシェンロ君ロールにこれねメール作成するのに一時間かかったっていう今この文章でこんななるよね最初はね使い切れないも分かる最初このスライドとスライドとかさなんかは 怖い。怖かったりしたりとかねそうそう。スライドがね。うん、うちの母もできなかったんですよ。長押ししちゃうんですよ。あはい、僕もそうですよね。長押ししてしまって、なんかあーんしょってやるから、うん、もうあのここでもう長押ししてる時点で取れないんですよ。うんうんうん ってってだからさあれにさ初めてスマホにさ、うん、あのスライドの練ええそれお母さんとかやったんだそれを一生懸命あの起動させて「うん、はいここに移動しましょう」ってこれをタップして物を移動する練習とかこんなしてからスライドの練習とか。うん 銀行のあれとかでも反応しないときないみかさんあ乾燥してから指がそれは乾燥だよなはいはいありますよなんとかかんとかってはってもうデジワジュその時やっぱり強起こしてしまうさはあはするその時指を「はあはあ俺の指は印鑑か」みたいなでも湿気で反応してくれるよはあははするそうかうんなめたらダメよこの時期いやもちろんさ最初は

いなふ適当に言っただけだよ、ね。<laughs> 違います。って <laughs> 絶対だ絶対だ。だ <laughs>、はあ、あんまよな。違います <laughs> ひどい。うん、当てないで。<laughs> 当てないでね。思ってても言っちゃだめだよね、うん。なんかそういう話じゃなくて、暗証番号一七二九。いなふく。違います。<laughs> <laughs> や、おがいいね。はあ、やばい、ね。 ありがとうございました。えっ、ー、と、この千葉のアスファルト屋さん、またね。はい、あの、上場に慣れて、またどんどんメッセージもご参加くださいうもうすぐ。すぐサクサクサクってできるでしょうね。また、何かあったら、英雄さんに聞きにね。そうですね。逆にね。さ <laughs>、はいうん。 コーナーはスマホユーザーガラケーユーザーの皆さんから特にテーマとか設けてませんので、はい、フリーでメッセージこのコーナーでに送ってください、うん、携帯にまつわるエピソードたくさん募集しております以上沖縄セルラープレゼンツ記事編このコーナーは地元に全力 au 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました、はい さあそれでは続いていきましょう。刑事係に行くんですけども、もね、その前にね、うん、しんちゃん、えっとですね、フォートプランサービスからだいていた、あら、南部アワーの番組タイトル入り、そしてラグジオーキナのロゴ入りのお皿、うん、これ、抽選でお一人の方にプレゼントということですけど、今日ラストとなります。そそそううかか先週、はい、今日まででですそうです、えー、とただ は、フォートプランサービスさんでのお渡しとなりますので。あのね、黒馬かな、はい、店舗に直接取りに行ける方となりますね。じゃ、あ今日はこの中から選んでいただきましょう。じゃ、あこちら、私が選びましょう。ね、ミカ、はい、さんお願いします。あ、い、はい、この方、はい。ラジオネーム、をドゥードゥさんです。<laughs> <laughs> 俺のことは普通に好きなドゥードゥさんです。<laughs> です <laughs> ドゥードゥさん、当選しました。おめでとうございます。おめでとうございます。<laughs> 2020年南部アワーに混ぜらせてもらってありがとうございます来年もよろしくお願いしますということでいただいてました何だったか英語のおかしかったよねやみたいな最高でした今年もありがとうございましたまたねフォートプランサービスさんからこうやってね何かこう季節季節でね番組のプレゼントとか本当いつもいただいてますありがとうございますまた何か皆さんまた当たるようにねたくさんご応募くださいよろしくさあそれでは掲示係いきましょう はい、はい、いろんなイベント情報とか、うん、ああ、むしろ看板とか、うん、フリーのメッセージとか、紹介していきます。はい、うん。じゃあ、あしんちゃん、私からいきましょうね。どうどうええー、隣のトットローさんからです。はい。ええー、しんちゃんにに、みかねに始めまして。はい、どうも。うるま市、川田。うん。これ、川田、海付近でいいのかな。川崎。川田。川田,川田海。川田海でいいの。 川田海付近にヤギのしんちゃんが毎日草刈り作業のアルバイトしてるから、うん、今度見に来て、えー「人懐っこいしんちゃんですよ」「俺じゃないよね」んちゃん「俺じゃゃないしんちラジオキナの番組全部始まってるよ」って「めいめいめい泣いて」ミネネてめいめい「ミカネーネは番組は尻尾振って「めいめいたぶんミカネーネ」ってお話ししてるはずね。ヤギの名前 <laughs> ヤなのや。ということでしんちゃんは潰されるっていうことですね。潰されてどこにも書いてないさ草刈り作業のアルバイトしてるっていうから本当にそうなのかなと思ったけど違う多分そうよヤギだと思うよ。でラジオ聞いてんだヤギの飼い主さん70歳になんでしんちゃんって聞いたら「しんちゃんニーニーが大好きだからだそうです」。俺がヤギの名前はしうう チャイ長男は長男は那覇のラジオ局にいるさ会いたいけど全然会えないから次男坊としんちゃんがいるから寂しくないさね「ううねうん、ラジオ沖縄番組しんちゃんと聞いたら寂しくないよいろんな人の声聞けるよかったさ、えー、元気の源は何ね?」って聞いたら「ラジオ沖縄の放送さ大笑いしてるさ」って言ってました、うんしいね、コロナが収まったらしんちゃんにーに,に会えるまでヤギのしんちゃんと一緒に暮らすさということで会いに,あいに 今度特番作ってあいにくしかないよね特番作ってねバックトゥザヒージャーで、ね、しんちゃんと、うん、ヤギのしんちゃんが出会った,会っただから何？<laughs> <laughs> 名前がついてるだけだよね命名用いってか作ったから <laughs> <laughs> めえめえって書いてあるから、いちろうって書いてあるからね。<laughs> 素晴らしい。<laughs> ね。はい。<laughs> じゃあ続いて。よろしくです。えー、こわなさんから来てますね。はい、えー、さて、えー、今日が今年ラストの放送ですね。はい。えー、ナンバーワーで大変お世話になりました。また来年もナンバーワーでいい店やためになる情報、ゆたしくですよ。では、しんちゃんみンクまた来年良いお年をということで。こわなさんにしてはすごい普通な。なんかね。なんでか。 でもねクワカナさんね、うん、あのー、あれどうしたんだろうって毒が抜けたねっていうメールをねバルーンにも送ってきてたんですよ面接なんか面接があるの面接何の面接の青山とか春山でスーツ買ってないこれ七 <laughs> <laughs> 点スーツとか買ってないから <laughs> 面接行ってないから <laughs> <laughs> なんか最近あのグーダ城でもそんな感じだよ。そうイチとキャンペーンしてるよ。ねイチキャンペーンしてるよね。してるしてる。いや私は一応なんでモラルがありますみたいな。ハロは食べますみたいな。こんなしてよ。体調気をつけてよっていうメールが来てたんですよ。人のシワまでできる。人のシワはできないのにいや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 。まあまあまあいやいや。いや問題ありがとうございました。いやこうやってねいつもねあのくじられてるけどね。大きな心がいいんですよね。そうなんですよこれからもよろしくお願いします。なんかいい子だな。 印刷値上げようとしてる高校3年生の最後みたいな感じで、ね、<laughs> 草刈りとか草刈りとか始めてる掃除とか <laughs> 先生僕掃除しますよ高校3年生の最後っていうの、ん、後,後半みたいな <laughs> 内心上げきれる <laughs> <laughs> 草抜いたら内心上がる」遅刻一つなくす?」つなくす。 <笑><笑>じゃあ続いてこちら行きましょうイントニオアノキさんですシーサーキューピーちゃんが当選したけどキューピーピちゃんんっってこんなに可愛かったかたあるリスナーさんが「キューピーちゃん当選したけど大きくて気持ち悪かった」というメッセージを送ってましたが「わったキューピーちゃんは死に可愛いってばよずっと持ち歩きたいよ」というイントニオアノキさんから頂きました。ありがとうございますかわいいね あのー、P さんですよ、P、さんでしたかね。ちゃんが、うん 意外と大きくて夜中に目があってびっくりした。メールを確かバルーンに送ってたよ。ちょっ大きいですねこのキューピーちゃんね。ちょっとでもう生きるかしかない。キューピーちゃんってサイズってどれぐらいですか？十五センチとかそういう。こんな感じですよね。あとキーホルダーとかだったら五センチぐらいそうだよね。たらこが入ったのキューピーちゃん三十センチぐらいあるんじゃないかな。もうちょっとあるかもしれないですよね。猫ちゃんぐらいあるかもしれないですね。はい、あの C さんのキーグルミというかあの着てるやつですけれども、はいどうもありがとうございます。さあということでケージ係は 街のあれこれとか本来だったらイベント情報とかもお伝えしてきたんですけれども今年はコロナ禍でなかなかイベントも開催されてないということでフリーのメッセージとかも広く募集しておりますのの中面白いもの見つけたりとかいい情報とかもたくさんあったら嬉しいなと思ってますただ来年さ僕30年なんで何かやろうと思ってるんでちょっとまたこのラジオが第一情報解禁にしようと思ってますのでぜひナンバーは聞いてくださいね。はい じゃあ以上刑事係のコーナーでした。はい